ではですね、えー「無色転生初級」からいきましょうか絵で見せる初級ということで第2クールのです、ね、第1話シリーズ全体では12話です、ね「魔眼を持つ女をです、ね」をオープニングから語っていきたいと思います魔眼を持つ女はです、ね、港町のシーンから始まるんですけども町に入るとです、ね、路上ミュージシャンがいてです、ね、でそれも床に座って弦楽器みたいなのをやっていると。 でえー、ルーデウス一行がです、ね、歩いてると背の低い石造りの建物ちょっと埃っぽい風景でスパイスがです、ね、いっぱい積まれたワゴンみたいなものがそこら中に出ているで、えー、暗いバザールに入っていくとそこら中で壺とかです、ね、金属製のお皿とかが売っているとこれ何かっていうと中東の街なんですよね。異世界ものってヨーロッパの街が多いんで中東の街とかを見せるの あんま見たことないんで、うまいなとは思ったんですね。無色転生って、実は地球にあるような風景で作画することによって、いろんな人種、いろんな生物を入れ込むことによって異世界観を出すというですね。ホラージュ的というかですね、現実の風景をちょっと書き換えていくような面白さがあるんですね。主題歌と一緒にですね、このオリエンタルな風景が流れて、えー、ああ、これすごいなと思うんですけども、これ十二話なんですよ。ところがですね、十三話で。 全く同じものを別の人物の目線で見せるんですね。十二話はですね、ルーデウスが港町へ初めて入ってくるシーンとして書かれているんです。 ところが13話のすれ違いはですねロキシーですね彼女の視点で風景が見えていくんですよルーデウスにしてみれば異世界の風景でということで驚きの連続ですだからすごい明るく素晴らしいものとしてかかるんですけどところが13話のロキシーが見ているこの港町の風景はこんな楽しい風景は見えてないんですねそれよりも探さなきゃいけないことがあるやらなきゃいけないことがある暗い店の中とかそういうのばっかりを見せる見せ方してるんですねでモノローグがあるんですねロキシーの。 ほとんど、ルーデウスのモノローグしかないのにです、ね、ロキシーのモノローグが出てくるんですね。この作品においてモノローグっていうのがあるのかないのかっていうのは実はすごい重要でここから先も多分モノローグをもし言うキャラが出てきたらそいつには絶対注目した方がいいんです